天変怪獣が！本当にもうすぐ海が見えるんだよな。なんだか少し不思議な気分だ。ここにも巨人が残ってやがったか。俺がまとめて終わらせてやる。本部の拠点が一つ破壊された。他の二つは絶対に守り抜かないと。周囲に巨人は見当たらねえ。今度こそこれで全部だよな。さあ行こうエレン、みんなで一緒に海を見るんだ。潮の湖があるって僕が言ったこと間違ってなかっただろう。ああ、すっげえ広いな。うん、ねえエレン、これ見てよ。壁の向こうには海があって、海の向こうには自由がある。ずっとそう信じてた。でも、違った。海の向こうにいるのは敵だ。何もかも、親父の記憶で見たものと同じなんだ。まあ、向こうにいる敵、全部殺せば俺たち自由になれるのか。